こんにちは。お久しぶりです。だんだん暖かくなってきましたね。いい天気になってきました。視聴者さんから紹介してくださった数学基礎問題成功ですね。数一 A。これを最初やります。後半は諸先生方の動画を見て授業を受けて勉強します。一緒に勉強しましょう。今日は三角形の面積を求める公式を勉強しました。後半は諸先生方の授業を聞いて勉強します。一緒に勉強しましょう。休憩タイムのコーヒータイムです。今日はマルガリータピザです。コーヒー入れますね。コーヒーのいい香りがしますね。コーヒーができました。熱々です。すっきりしますね。マルガリータピザです。こんな感じです。たまにピザ食べたくなりますね。チーズが入ってますね。チーズが効いて美味しいです。タバスコをかけます。美味しさがタバスコでパワーアップしました。青汁あります。すっきりするね。コーヒーに合いますね。猫ちゃん元気ですよ。今回ビリおじちゃん、とても嬉しかったことは、視聴者さんから紹介していただいた速読英熟語の1番から50番までの英熟語が暗記できました。イエーイ。とても嬉しいです。今暗記しているのが51番から60番まであるんですよ。後半にその他の重要熟語構文、これを今暗記してます。速読英熟語でとても面白いお話があったんですよ。1番から50番まで文があるんですけど、その中で3番引っ越しの理由という、これがすごく面白くてツボにはまってもう爆笑してますね。1番から50番の中で一番気に入ってます。この文章とても面白いです。アルバートというアパートに住んでる人が主人公なんですけど、ビンゴという犬、アルバートがビンゴという犬を名付けたんですけど、ビンゴという大きい犬がアルバートのアパートの玄関の前にいて、チョコレートを毎日あげないと入れてくれないんですよ、アルバートの部屋に。毎日毎日チョコレートをビンゴに与えてるうちに、アルバートの週休の給料から払うのがもう大変で、引っ越しを余儀なくされたんですよね。それをアパートの管理人に話すとびっくりしたっていう、そういう話なんですけど、チョコレート好きなビンゴという犬に優しさのあまりアルバートはチョコレートをあげたんだけど、結局毎日あげてるうちに自分の給料がどんどん減って生活できなくなったんですよね。とても面白いお話。これ1番から50番の中で本当受けてます。この3番のお話大好きですね。ビンゴという犬が出てきてアルバートとのボケなお話です。こういうお話が1番から50番であります。視聴者さんからの紹介の大家の一番初めの英文法で勉強します。今日は文章を使った慣用表現、 keep on ving、 v し続ける、 be busy in ving、 忙しく v する、 spend 時間 in ving、 v して時間を過ごす、 make oneself understood、 理解してもらう。今日は分子構文の慣用表現、 generally speaking、 一般的に言うと、 weather permitting、 天気が良ければ、 all things considered、 あらゆることを考えてみると、 talking speaking of、 何々といえば、 strictly speaking、 厳密に言えば、 frankly speaking、 素直に言えば、 judging from、 何々から判断すると、 considering、 何々を考えると。今日は分子構文の慣用表現、分子を使った慣用表現を勉強しました。後半は諸先生方の授業を聞いて勉強します。一緒に勉強しましょう。視聴者さんから紹介していただいた速読英熟語を今暗記してます。町の本屋さんで買った CD を1番から50番までの文をリスニングで聞いてます。
こんな感じで分からないところに印をつけてます。見て分かっていたら消していきます。速読英熟語の1番から50番までの英熟語を暗記できました。よかったです。勉強の後は楽しみなランチタイムですね。ビーフハンバーグカレーです。こんな感じです。ハンバーグ、ビーフ、カレーですね。カレールーはコンビニカレーです。醤油漬け、ニシン焼きですね。ニシン大好きです。ピーマン、パプリカ、パイン、ブロッコリーですね。いただきます。赤いパプリカ、ジューシーです。ピーマン、黄色いパプリカ、パインです。甘くて美味しい。ブロッコリーです。ニシンの醤油漬け、美味しいです。ビーフハンバーグカレー、うん、美味しいです。ビーフです。柔らか。カレーライス、たまに食べたくなりますね。うまい。牛乳です。ハンバーグ、たまに食べたくなりますね。ハンバーグです。うん、美味しい。パイン、 100% リンゴジュースです。ハンバーグです。魚はたまに食べたくなりますね。ビーフです。ブロッコリー。ハンバーグです。ビーフハンバーグカレー、美味しかったです。パイン。今回ビリーおじいちゃんがとても嬉しかったことは、速読英熟語の1番から50番までの英熟語を暗記できたことです。とても嬉しいです。で、今51番から60番までのその他の重要熟語構文を今暗記してます。ごちそうさまでした。